それや心理カウンセリングセンターの高間です。早速、レターのご紹介です。こちらの放送で、典型的な愛着障害には性別混乱はないとのことについてお聞きしたいです。乖離の重篤なものとして、乖離性人格障害があると思うのですが、乖離性人格障害じゃなくて、乖離性同一性障害ですね。乖離性人格障害という障害はありません。で、書籍や当事者発信、最近はメディアや YouTube で診断を受けている日本の乖離性人格障害って書いてますが、乖離性同一性障害だと思います。の方を多く知れるようになりました。それらの事例には必ずと言っていいほど性別混乱というか異性の別人格として分離している印象です。まあそれは普通にありますね。で、男性の中に女性の別人格がいたり、女性の中に男性の別人格がいたりと、これもありますね。むしろ何人かいる別人格の中に必ず一人は性別が異なる人格がいる印象です。まあそうでしょうね。乖離性同一性障害は、身体的虐待や性的虐待など激しい虐待の養育環境が背景にあるように理解しているのですが、そうですね。専門的なお話でなくて全然ありがたいので、ラジオの即興で先生のお考えを少しでもお聞かせいただけたら幸いですということですね。これむつ結構ね、専門的な話なので、典型的な愛着障害に性別混乱っていうのはないんですよね。多分性別混乱している余裕がないと思うんですね。性別混乱、性別の混乱っていうのか、ジェンダーの混乱ですね。セクシャルマイノリティじゃなくて、ジェンダーのマイノリティの話ですね。確か前話したのも、トランスジェンダーの話だったので、ジェンダーの話なんですね。セクシャリティじゃないっていうところに、注目してほしいんですけれども、ただ、そうは言うものの、虐待を受けてきた人の中で、要は愛着障害の中で、ジェンダーが混乱している人も、います。はい、これはいます。でも大体大きい括りでは愛着障害の人は、そんなに混乱している暇はない、というふうに覚えてていいんじゃないでしょうかね。混乱している人はね、いますよね。クエスチョニングとかはね、自分の性別がわからないって、これあやふやとしている感じで、自分が一体何だかわからないと、これアイデンティティの問題にも関わってきますから、ジェンダー混乱している人はいます。ただ多くの愛着障害は、あんまりないのかな。私の体感ですけどね。こういう論文があったというのがあったらね、ぜひね、教えてほしいです。で、そうですね、最近、乖離性同一性障害っていう話をする人がね、多くなっていますね。結構ね、別に別人格じゃないんだけれども、そういうのを感じてる人まで、乖離性同一性障害っていうふうに、言ってる人とか、診断している医師とかがいるので、乖離性同一性障害多くなってますよね。多くなってるんだけれども、実際にね、乖離性同一性障害、どのくらいいるかというと、そんなにいないんじゃないかなと思いますね。私のところに来るその多重人格の人でもあんまりいないかな。
演技っぽい人はいるんだけれども、あんまりいないかもしれないですね。で、カイル性同一性障害の人は何個も人格持ってるので、男性の人格もあるし、女性の人格もあって、これは人格が分離してるということなんで、別に性別が混乱してるわけじゃないんですよ。女性の、引っ込み思案の人格、男性の暴力的な人格、こういういろんな人格が一人の中に同居しているっていう話なんで、これは別に性別が混乱しているわけじゃないんですね。だから、カイル性同一性障害と、ここのジェンダーの混乱とかっていうのは、これは全くね、別の話になりますので、同じ土俵では、話せない話になるんですね。これが私の、この質問への回答なんですが、どうでしょうか？お分かりになられましたでしょうか？確かに、カイル性同一性障害は、激しい虐待をね、受けた人の中で発症するものであるっていうところは、これは疑いもないようなもので、もし虐待が、なくてカイル性同一性障害だっていう人があれば、そういう自分を感じているに過ぎないのかなっていうところら辺なのかなと思うんですね。完全に人格が分裂してるわけじゃなくて、そういう意味で言うと、本当にね、人格が分裂している人を見たのは、私、一人しかいないんですよね。ソレアに前来られた人で、その人は、治療進んでいく中でね、人格が分裂できなくなっていて、カイル性同一性障害、カイリはするんだけど、カイル性同一性障害から離脱していった人もいます。ただね、分裂してた方がね、楽なんですよ。分裂しなくなるとこれ、結構大変なんでね、そういうことも考えながら、カウンセリングは進めていく必要があると思います。ちょっとね、長くなりました。それではまた。